主演差しを、今日月曜日で、教会が私たちにこの長い福音を、宣言してくださいます。この福音には一つの秘密があります。私たちは今週の日々に入るための鍵を渡してくださいます。この鍵が私たちの毎日の戦いのための秘密です。祈り祈り、教会たちよ、祈り。この、失敗した弟子たちには私たち一人一人を見ることができます。まず第一、私、司祭である私、本当に、今日の福音が私を改心に入る、入るように、招きます。強く招きます。祈る、真面目に祈るように、もしけど私が本当に相手の運命を大切にしていますか。あなたはお母さん通して、お父さん通して、主人通して、奥さん通して、おばあちゃん通して、おじいちゃん通してなど兄弟通して、あなたにとっては相手、兄弟の救いが大切ですか。ポイント、そちらにある。私たちがそんなに祈らない理由はそれです。あんまりあんまり私たちのそばにいる人の本当の善を大切にしてない。だから祈りに代わって、祈りの代わりにはいろいろなことをする、話す、そして、勧めを与える、叱るなど。けど祈るのは少ないでしょ。キリストが祈りでした。クリストご自身が、クリストの、人生、一生涯は祈りでした。福音を読めばすぐわかります。時には、記録されている、弟子たちを選ぶ前、そしてな、ね、なんかパンと魚を増やした時などいつも祈った、いつも目を上げて御父に向かって祈って、そして何かした、そしてゲッセマニ。今日の福音の裏にはゲッセマニの園が見えています。イエス・キリストの悪魔との戦い、悪魔がキリストを狙った、キリストのメシア通しての、メシ出しを壊そうとしていた。だからキリストが毎日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 疲れずに祈った。だから聖パウロがいろんなところでは繰り返していました。切に祈りなさい。どこにいても、どんな状態においても、どんな苦しみにぶつかっていても、絶えず祈りなさい。そして東方教会、その、砂漠の巡礼者の祈り、私すみません、神の子である主よ、罪人である私を憐れんでください。もう何回も何回も何回も、一日中心の中ではこの祈り大切、兄弟たちよ。なぜかというと、よく聞いてください。これはポイントです。なぜかというと、相手の救いがあなたと私の改心の関係が、との関係があります。主人の救いがあなたの関、あなた奥さんであるあなたと関係があります。わかる。息子たち、娘たちの救い、本当の救い、つまり罪から解放されること、その奴隷の状態から解放されること、今日の福音に現れる、私たちも何度も何度も経験したその奴隷の状態から引き上げられるのは、あなたの改心を通るものです。その通りです、兄弟たちよ。もしキリストがあなたのうちにおれば、イエス・キリストがあなたのうちにいらっしゃらなければ、もうこの話はもう無意味です。しかしあなたは教会に呼ばれています。
あなたが教会の中では信仰の道を歩んでいます。だからあなたには周りの人 の救いの責任が当たりますよ。人生が真面目です、教会たちよ。私たちは飛んでいるものではない。私たちはあちこちに行ったり、なんか無責任者通して、いろんな出来事に入って出たりするとわけない、教会たちよ。あなたがこの若者の、救いの若者の経験をしたでしょう。誰でもあなたを救うことはできなかった。もう本当にもうバカみたいな感じ。もう本当に恨み、恨み、裁き、イライラ、激しい態度、いっぱいあったでしょ。そしてその肉欲に縛られて、そして自分を殺そうとしていたでしょ。その経験があると思う。で、教会の中では、教会の祈りの陰で、つまり、クリストと一体となっている教会。花婿であるクリストの、花嫁である花、教会の祈りの陰で、あなたが救われたじゃないですか。そしたら、どうして私がそれを忘れてしまう？どうしてあなたがそれを忘れてしまう？どうして息子の前に、あなたの結婚の前に、あなた自身の前に、絶望してしまう？どうして、わあ、もう、ここはなかなかできないの？もう違いますよ、兄弟たちよ。この福音は、本当に慰めの言葉です。希望の言葉です。今週も私たちの周りにはきっと、この、悪魔に奴隷されている人と同じような人がいるでしょう。に出会うでしょう。ね、あなたには、まあ、どうでもいいと。いう感じではないでしょう、兄弟たち。キリストが私たちに啓示したのは、そのためですよ。私たちが選ばれたのは、塩と、パンダネと、光となるためですよ。私たちが救われても、もう十分です。もう、どうでもいいわ。他にはもう、どうでもいいと。いうわけないよ。なぜかというと、こういう考えがあれば、あなたも救われない。救われていても、実際に救われていない。クリストが何でもしましたが、あなたがちょっとだけ解放されて、すぐ戻って、前よりもひどい状態に入っている。どうして？前は多分苦しんだ。前は多分この、福音の若者と同じように、本当に悩んだ。けど、それを、その解放、その自由を忘れるなら、今度の状態はもっとひどい。どうして？悩むこともない。もう本当に悪魔が麻酔を入れてしまう。麻酔を飲んだもののような状態に入ってしまう。すべては私たちに滑る。私たちの顔は私たちの皮膚に滑る。雨のように、もう本当に。これは一番ひどい状態です。しかしそうじゃないでしょう。クリストに取り継ぐお父さんがいた。そして、私が信じない。そう。イエス・キリストは叱っています。奇跡を頼んだために叱ったわけではない。叱られたの理由は一つ。キリストが前もって、この時代は信じない。彼を信じないということを分かった。だから叱った。しかし、教会たち、私たちは、教会の中では、信仰の歩みを歩んでいます。大人の信仰、つまり、100% クリストに信じて、クリストにしっかり結び、いつも祈りを通して、そして共同体と共に歩むことによって、これも祈りです。基本的な祈り。私たちは共同体のものであるから、祭儀、天礼とかなどに参加しないときには、共同体と共に祈りによって悪魔に勝つことができる。どうして二人三人が私の名によって集まった人のうちには私がいるだろうということ。だから、具体的に集っていなくても、キリストにおいて交わっている共同体の兄弟が一つになって、キリストがそちらにおります。
そして仕事にいた時には、家族の中にいた時には、神父として諸教区とか選挙の場にいた時には、キリストの名によって悪魔に勝つことができます。悪魔を追い出すことができます。兄弟たちよ、これは素晴らしい経験けど、素晴らしいだけではなく、私たちの使命である。私たちはこの新しい一週間に入るのが、この御言葉の照らしによって入ります。戦いに行きます。祈りながら、主よ私は憐んでください、主よ主よ私が改心するように、私に謙遜を与えてください、私が戦いながら改心しながら悪魔を他人の心から追い出す。あなたの人生は悪魔払いとなる。どうして？教会の使命、教会の存在はこの世のための悪魔払いです。死を光パンダーネ、死ぬことによって悪魔が負ける。あなたが君主、私が君主、謙遜に相手の罪を背負う、相手のためにキリストと共に十字架に貼り付けられることによって、そしてその十字架のうちに、主よ彼らを憐れんでください、何もわからないから、私の息子を憐れんでください、息子に、主人、奥さんなどに話すよりも憐れんでください。私と主人、奥さん、息子を憐れんでください。あなたが何でもできる私の不信仰を強めてください。私に信仰を与えてください。私はあまり信じないけど、私を助けてください。導いてください。そういう改心の道を歩みながら、謙遜にキリストに従って、今日、私たちのそばにいる人が照らされる、解放される。そのために私たちが生まれた、そのために結婚した、そのために子供を産んだ、そのために神父になった人々を救う。お金がないと思う、どうでもいい。健康がない、まあそのためにも祈ります。仕事が与えることも祈りますけど、本当に人間を苦しませるのが今日の福音にちゃんと現れます、悪魔。だから私たちがこの世から悪魔を追い出すために、キリストのうちに、キリストによって、キリストと共に使わされています。キリストと共にいると喜ぶ、慰められる、満たされるでしょう。だからこの使命は一番素晴らしい、優れた使命。キリストと共にいる、結婚して、彼に慰められて、彼に喜ばせて、彼と共に苦しみに入って死まで入って、そして彼と共に復活することによって悪魔を追い出す。